この場所はもともと崩壊しておったが、さらにひどいありさまになってしまったの。確かこの辺りじゃったか。すまんが、お主たち、これをどかしてくれんかの。わかったわ、これをどかすのね。ほらほら。あ、老様、これは。これは地下通路への入り口。ユグノアに何か危機が訪れ、わしの読みが正しければこの先に夢で。
Thank you.
口惜しい。 この選手はやはりこやつと話がしたい。ああ、口惜しい。さて。
若いマンには負けんぞ。 なんでそんなことを。もしかして戦士ちゃん、勇者ちゃんを知ってるの。やはりそうか。お主はアーウィンじゃな。アーウィンはこのユーノア王国の王であった。そして我が孫よ。アーウィンは、アーウィンよ、なぜお主はこのような姿に。 これは…ついに来てくれた。彼を救ってくれる人が現れるのを、ずっと…この声には聞き覚えがある。ユメ…あなた方のおっしゃる通り、彼はこのユグノアを…16年前、ユグノアを襲った悲劇の時、彼は闇にひるむことなく戦い抜き、 しかし今やその光は失せてしまった。今の彼は生きることも死ぬこともできない悪夢を。どうかお願いします。暗く悲しい悪夢から彼を通。今の声は一体。この戦士の正体がアーウィンだと分かった今、しかし 絶望の中に惜しい。ああ、口惜しい。もし、あの日に戻れるのなら、地獄の豪華に役立てもいとわない。
民様、この度は記念すべき祝杯の日にお呼びいただき、ご子息のご誕生は私たちにとってもよろ。皆様ありがとうございます。本日は我が国サマディオクレイモランをお二人ともようこそユグノアへ。いやいや久しぶりですな、アーウィン殿。このような盛大な宴、本日の四大国会議はロトゼタシアの今後を決める重大な会議。我が国サマディだけのけものにはさせませんからな。一つよろしく。四つの大国の王が一堂に会するなど、わしがしそれほどご子息伝説の勇者は我々にとって重要な存在だということ。我が息子のため遠方から来訪していただき、四大国会議が始まる際にまたお声をかけさせていただきます。デルカダル王はどこに？はっ、デルカダル王は老様とお二人で城の中庭の方に行かれました。うん、デルカダール王、ロー様、そろそろ四大国会議を始めましょう。ローから話を聞いたぞ。そなたの息子があの勇者の生まれ変わりとはな。はい、息子は四大国会議の場で皆様にこんな大勢の方に祝福していただいて改めて実感しました。話は後ほど聞こう。先に会議室へ行っているぞ。勇者はロトゼタシアの命運を左右する重大な存在だからな。さあアーウィンよ、そろそろ時間だ。赤ちゃんってこんなに小さいのね。ちょっと触ったら壊れちゃう。この子ったらマルティナのこと好きみ。この子は勇者として生を受けた希望の子。この子が大きくなったら父親に似て、いかなる困難も乗り越える力。エレノア様に似たらみんなに優しい子になるわね。さあエレノア、
もうすぐ。これから行くところは怖いおじちゃんがいっぱいだけど、何があってもパパが守ってあげるからな。まったくあなたったら。そう、今日みたいな特別な日に急にこんな。エレノは安心してくれ。何があっても君とこの子は私が守るから心配。アーウィン様、私マルティナのお父さんは強くて勇ましいデルカダル王だ。私よりよっぽど頼りになるよ。さて、会議が始まる時間だ。いってらっしゃい。